はい、えー、それではですね、えー、今日はですね5つ皆さんにお話ししたいと思います、えー、試験前に皆さんに5つアドバイスできたらなというふうに思っていますまず1つ電卓についてということです2つ目知らない問題の対応3番目試験の山を張ってみるということです4番目野球でいうと9回裏まで 諦めなとということです。5つ目、最後にということです。えまず、それでは1番目、電卓についてということです。えー、電,卓にし電卓はですね、えー、信じられないことに、私が受験生の頃、ね、最後、合格した年なんですけど、前日にですね、電池が切れたんですよ。で、その電卓はソーラー付きの電卓だったんですけど、 ソーラー付きの電卓で電池が切れたと恐ろしいことが起きたんですねまあそれはですね3年ぐらい使ったのかなですよだからまあ電池が不良品だったかもしれませんけど、えー、実際実務で使ってて、えー、実際実務で使っている電卓についてはソーラー付きで、えー、もう9年も使ってるものもありますまあたまたまかもしれませんねたまたまかもしれないけども気をつけていただきたいですね3年以上、あのー、使ってる方はね 気をつけていいいたただきたいと思いますで、えー、電卓はですね、まあ、実務に入っても使うので、まあ、電池が切れるということは、まあ、最悪の場合ですけども、まあ、できればですね、えー、安いねやつを一つね買っていくのも一つの手かなと思います、まあ、ここでね2980円1980円,円安くて ちょっと値段は各電気屋さんによって違うと思いますけども買った方がいいかなというのもありますよね。で結局あの合格されても実務で使えますので電卓はね、えー、あってもいいです。ですからちょっと心配な方はね電卓揃えてもう一つね揃えて持っていってください。私は、えー 電池がなくなったので電池を変えてなおかつ途中で壊れるのは嫌だったのでそこで1個買い足して3つ持っていきました <laughs> あとは、えー、電卓の、うん、タッチの習慣というのはいやしばらく使ってないと、まあ、電卓からね、電卓のタッチの,この違和感がありますよねですから毎日ね、電卓は動かしてください前の日でもですね、えー、しっかりと電卓をいじってもらいたいと思いますあとは 電卓についてはですね、もう一つあのー、試験会場に行ったらっていうか試験会場で、まあ、電卓をねカタ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 押してねあすごい電卓を押すの早い人がいるなとか、ね、あとは正式土地の少式問題が始まった時に電卓がカタカタってすごい押す早く押す音が聞こえたりとかしますよね,ねそうするとその人すごいできるのかなと思いますね電会場に行ったら、 まあ電卓をねえー、カタ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 ねえー、まあ無造作にねおと押してみてくださいまあね試験管にまだ試験始まってないですからねそんなに注意ることはないと思いますけどもすごいねえー、電卓コストの早いなっていうことで、えー、周,りの人たちが周りの人たちがね、えー、ちょっとね、あのー、こう硬くなっちゃうかもしれませんね、えー、でもこの試験は、えー、足切りの試験なので 上位何人人ととといいうことででですすからら周りの人は蹴落ししてまでも合格なななきゃならない試験です、ね、だからそういった電卓威嚇攻撃って私は言うんですけどもうこの話はね講師の時から皆さんに話してるんですけどまあ、やってる方はいらっしゃらないと思いますけど電卓威嚇攻撃というのをねやってみてください。ガ、えー、タガ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 カタガカタカタカタってね、えー、こうあの試験会場についてはねやってみてください。すると皆さん「ああこの人すごいな変わった人だな」とかね。えー とということで周りの人たちちがねね萎縮ししゃうかもしれません、ねえー、周りの人を蹴落としてまでもこの試験は合格しなきゃならないということになりますのでいくら、ね、友達でもねこの試験の時だけはねライバルです、ね、あのー、しっかりとね、えー、勝ってもらいたいと思いますねはい、えー、それでは2つ目、えー、知らない問題の対応というところです、まあ本試験問題ね、まあ本試験問題は必ず知らない問題出てきます 知らない文言も出てきます。知らない言い回しも出てきます。ね、出てくるんですね。でまあそれにねまあそんなもんなんだと。絶対そに出てくるんだと。出てきても他の人たちも同じなんだということで問題解いていってください。で知らない論点とかが出てきたら、ね、知らない論点ってもう出てきます絶対。だって新しい問題を作ってくるわけですからね。ねですからそういった問題が出てきたら ね、割り切って次の問いまたは次のね択一だったらでしょ択一だったら次の問いまたは次の足に、ね、進んじゃってくださいで例えば一つの問いの中に知らない足が何個かあったとしたら知ってるところからアプローチしていって正解にたどり着いていただきたいと思いますえほとんどの問題が組み合わせ問題なので 知ってるところからアプローチしていけば正解にたどり着くと思いますねまあ、消去法とか組み合わせの判断とかそういったもので判断してとにかく正解にたどり着いていただきたいと思います3つ目試験の山を張ってみるということですまあ、これはねまあやらなくてもやってなくてもいいんですけどまあ、それぐらいの余裕が欲しいなというふうに思っています 私もねちょっと余裕を持とうかなということで試験を山を張ったりしましたでも山張ったところが出たらどうですか皆さん気持ち的にいやそれはそれはね気持ちよく解いていきますよねメンタル面とか精神状態が安定していきますよねだからちょっと山を張ってみてくださいで山を張って外れたそんなもんだと思ってください ね、だってあんないっぱい論点あるわけですから山て当たるわけがないんですよ。でも当たった時は大きいですよね。宝くじに当たったと同じです。ね、あと自分なりに投機の目的とかそういったものをね、えー、ちょっと当ててみるというのが大事ですね。ねえー、とにかくいろんな方法があります。で皆さんにねちょっとねいい事例をお話します。ね私のね、えー、ちょっとあんま言っていいのかな分かりませんけど親戚なんですけど大学在学中に。 司法試,試験を受けたんですけど、見事受かったんですよ。で、その時に山を張ったらしいんです。で、まあそれはね、初めての受験の時だったんですけど、山を張って、見事何本か当たったらしいんですね。そうしたらリラックスしちゃって、で、他の問題もスラスラ解けて、気持ちよく解いたらしいですね。そしたら最終的に合格された。一発で合格されたという、ね。えー まあちょっと私の、ね、親戚なんですけど知り合いねとんでもない人がいらっしゃるんですよ、ねえー、その方の教えで私も山を張りました、ねえー、まあ何個か当たりましたよね上かってすごく、ねえー、リラックスして解きましたはい、えー、試験の山を張ってみるというのも一つの、ね、リラックス方法、ね、直前期の、ねえー、な過ごし方の一つになるんじゃないかと思いますね4つ目 えー、9回裏まで諦めるなということです、えー。高校野球を見ると、私、高校ね、実はいろと野球やってました。毎年ね、えー、高校野球見てますけど、本当にね、高校生って最後、ドラマが生まれますよね。皆さんもそうなんですよ。極限状態になった時に、人間ってどんな力を発揮するかわからないんですよね。最後の最後まで諦めないということが大事です。えー、私は前もお話ししましたよね、えー、21年の えー、あの本試験問題あの21年の時に私は合格したんですけど土地の問題を最後の最後まで諦めずに解いてましたね、えー、解いてでまあどっかの動画で話したんですけど、えー、諦めでね、えー、もう土地の問題に入った頃の時間だともうあペンの音聞こえなくなっちゃったんですよあの,21年の,問題の21年の本試験の時かな。 で最後の、えー、40分50分ぐらいにはもう,もう、ね、ペンの音なんか聞こえないです、えー、私はね、えー、も絶対ね皆さん絶対解けてないんだなともうペンの音が聞こえないなということででもうね、えー、私がいろいろ今までやってきた、ねえー、ことをね、あのー、座標算出を全部ねこう端から端までねずっと思い浮かべてやったんですよ そしたら一つの解放に出会えてでそれでえそこから解いていってですねで最初は「チョンでしたねあのもう終わりと言われてもこうねえ答案をねえこう取られ,るよ,うな取られるようがそこでも書くような感覚でね書こうと思って最後まで諦めでやってましたねで最後図面を書いてる時にえ他の人たちみんなペン止まってるんですよ でも私一人でさあさあさあとこうね書いていってね電卓をしてねこう計算したりしてねその US 感ったらたまんなかったですね本当にあのもうあの時はもう緊張なんてもんじゃないですねあの高校時代に私ねえ高校野球の2年生の時かな2年生の時にあのうちの学校がね全公演だったんですよ 全公演でその全公演の前で私たまたまホームランを打った時の,の感覚でしたもうあの類を回ってる時の感覚があの最初21年の土地の組織問題の図面を描いてる時でした図面を描いてるってことはもう全部座標算出もできていてで今日にも入れられますよね積量を書いてるあの ペンをね、こうやってね、動かしてる時に、さあさあさって動かしてる時の、あの優越感ったらね、たまんなかったですね。はい。まあ、あの、ちょっと本当自慢話になっちゃって申し訳ないんですけど、そういったことでね、本当に諦めないでやってました。はい。えっと、それと、5番目です。最後にというところです。最後に、皆さんには、まず、あの、私もそうだったんだけども、ベテランの、 受験生の方、ね。えー、もう今年はね。絶対に合格していただきたいと思います。えー、私はね、もう本当にね、ビタルの方々にはね。あのー、本当に毎年毎年ね、思うんですよ。で、私もね、ある、その主導校では。あのー。まあ、上級者関係の、ね、そういった講義とか、あ、してたんですけど。 まあそういった方にね、えー、そういったところにですね、えー、本当中上級者の方いらっしゃるんです。もう絶対合格してもね間違いないなっていう方いっぱいいらっしゃるんですよ。ね、えー、そういった方々にね、えー、本当にこうね合格させてもらいたいということで、えー、ちょっとお話させてもらいたいんですけども、ね本当にねあのー、今年はですね、一点一点ね、えー、取っていていただきたいということです。一点一点確実にとっていただきたい。 あの自分が上級者というプライドをね本当に申し訳ないんですけどもね、えー、本当に申し訳ないと思いますけどもプライドを忘れてですねとにかく一点一点初心に帰ったつもりで初学者に帰ったつもりで取っていっていただきたいと思います。問問題題書書式問題それぞれ書くことに一一点点取ったいうような感じで心の中で書、えーあのー、こう叫びながらねここながら心の中で言いながら取っていっていただきたいと思います。 そうすれば、ね、えー、ペルの方々は、トップで合格するのは、もう当たり前の世界なんですよ。絶対、トップで合格できるんです。ね。変なプライドを持って、やらないで、とにかく、一点一点、積み重ねて、その積み重ねが、高得点になるとうふうに私は思っていますので、そういうふうにやってください。私もそうだったんで、ね、しっかり一点一点、初心に帰ったつもりで、 あの試験会場に入った時にもう初心に帰ったつもりで、ねえー、今日はもう初心に帰ったつもりで小学生のつもりで試験を受けるんだ、ね、試験を、ね、試験の点を重ねていくんだと思ってやっていただきたいと思いますねはい、えー、それと、えー、この動画で、えー、私と、ねえー、知り合った方々、えー、そういった方々はまだ私とね、えー、まあ ねえ私はね、えー、どっちかというと精神修行みたいな、ね、あのメンタル面とか、ねえー、モチベーションとかそういったものをね大切にして、えー、いる人間ですけどもっていうかね試験に対してはそういうふうに思っている人間ですけども、まあ、精神修行みたいなね、えー、お話をすることがすごく多かったと思いますこの動画でね。まあうざいというふに思われてもそれは仕方ないと思いますね。 でもそういう風にね、えー、することによって、あのー、その場面場面の記憶って絶対残るんですよ。あ,あの時にあいつああいう風に言ってたなって試験の時とかトーレの時とか私はね当時そういう,うに思ったんですよ。ああの講師があの時ああいう,うに言ってたなって思い出すんですよ。ね。なんかそんなのをね皆さんに、あのーまあ、試験会場とかそういった時に試験会場の時ですね、えー、そういう風に思い起こしていただくと 私としてはすごく嬉しいんですね。ですから、私の動画をね、本当にね、飽きずに聞いてくれたとか、ね、そういった方々はね、あのそういったところでね、えー、得していただけたらなというふうに思っています、えー。その方々もですね、まあ、あの、小学者の方もいれば、ね、ベタの方もいらっしゃると思います。えー、その方々も、先ほどと同じく、一点一点重ねて、取っていってください。そうすると、ねえー、に たどり着けると思います。えー、合,格合格ラインにたどり着けるということは多分ね合格されるということになります。ですから一つ一つ丁寧にね問題文を読んでいただければと思いますね。はい、はい、それでは5つ目最後にです。えー、最後に受験を試験を受ける時には辛かったところか。 つけん、えー、を受けるときにはつらかったこととかあとは悔しかったこととかそういったことを思いながら問題を解いてください問題は心で解いていただきたいと思います感情を入れて心で解いていただきたいというふうに思っていますそれは一問でも多くプライドを捨てて雑草魂のごとく解いていただきたいというふうに思いますそうすることによって その回答が試験官ままたは採点者に伝わると思います、ね、心を心で,問題心で問題を解くということは9回裏のスリーボールツーストライクまで諦めないということにもなるわけです高校生なんかは9回のツーバートにあれだけのドラマを生むわけですよね 皆さんもこの試験でドラマを生んでいただきたいというふうに思っています。ですから最後の最後まで諦めずに問題を心で解いていただきたいというふうに私は思います。変な精神修行をまたしやがってとうふうに思うかもしれませんけども実際は最後の最後で何があるかわからないんです。だから最後の最後まで諦めずに 問題を心で解いていただきたいと思います。はい、えー、今日はですね、えー、皆さんに直前のね、えー、お話をさせていただきました。十十二十分、十二十分弱かな、二、え、十、ー、分までいかないかな、それぐらいの動画になったと思いますけども、この大切なね二十分ぐらいの時間を私の。 動画を視聴していただいてありがとうございます10月の17日皆さんが土地科学捜査士の今試験で実力を十分発揮できるよう施設に願っています当日体調などを崩さずに頑張っていただきたいと思いますそれでは皆さん試験当日頑張ってください